ょっと遅くなる、あのすごい雨でなんかちょっとゴミ捨てるのに時間がかかってしまいました。すいません。なんかすごい結構飯すごい久しぶりですね、こんな雨降ってるのね。皆様のところはどんな感じでしょうか。なんか暗いですしね、ほんと久しぶり。これでなんか秋にぐっと一段階はね、あの猛暑から少し、でもその後なんか暑そうな天気予報見ましたけど、おはようございます。ほんと暗い、なんか冬にやってるみたいな。これね、冬は真っ暗でねやることになるんですよね、このライブね、なんていう感じですけど、皆様いかがお過ごしでしょうか。じゃあもう早速あの行きたいと思います。お願いします。Thank you.
終わりました。ありがとうございました。なんかちょっと時間がね、ゴミ捨てたら遅くなったっていう朝でしたけど、雨っぽかった。雨がすごいんですけど、なんかあれ結構ここだと今雨の音が聞こえてるので、なんかそれの本当に雨とコラボでしたね、ここ的にはですけど、なんかひっくり返すと、なんかひっくり返っちゃったんですよ。何がひっくり返っちゃったかっていうと、天地ひっくり返すと雨が下から上に、当たり前ですけど、これ今上から下に雨降ってますけど、ひっくり返っ、別にひっくり返せなくていいんだけど、ひっくり返っちゃったんですよ。なんかだから、なんか下から湧き上がってくる感、雨とコラボしてるんだけど、下から上、下から上、下から上ってなんかなっちゃった。弥生さんがすごい染み渡ってきましたとか言ってくださってありがとうございました。なんかまあこれ逆だったらめっちゃ面白いですよね。でもちょっとバカみたいだけど、出かけて雨が下から上に上がってくるっていうことですけど、なってたらもう傘じゃなくて、こう下を、なんかまあどうでもいいんですけど、下から上に上がって、もこれもね、思い込みっていうか、まあ重力があるからこうなるんですけど、重力なかったら雨どこに行っちゃうのかなとか、なんか不思議な感じになってましたけど、雨でもまあ循環だから、本当はどっちもなんですよね。そっちが見えてない、降ってくる時は水として一気に降ってくるけど、でもまた水蒸気になって上がっていってるから、上がっていく動きもあるはずですよね。だからまあいいんだっていうか、こう即興が下から上になっちゃったのは、こう帰りですね、行きは雨で帰りは下から上に、みんな帰って行ってんですよ。降りてくとこしか見えないけどね、なんかどうでもいいんですけど、まあ循環
ってことですかね、全部循環ですよねとか思った朝でしたけど、まあ面白いですね、毎朝やってると。あのどこにも行かなくてもいいんですよねっていうか、どこにも行く場所ないんですよね本当はね、とか、それもこういうのでやっぱり思い込みがあると、西洋音楽の展開して解決しなきゃっていう、やっぱりそうしちゃいますけど、まあしないと終わんないから結局最後そうしちゃいますけど、展開して解決しなきゃっていうのもすごい西洋音楽思想で、何かを克服して勝つみたいなこうあのパターンですけど、本当はなんかね、あのスタートとゴールが同じ場所っていう話さっき聞いたような気がしますけど、あの同じだから、それはでも折々にいろんなところから聞いてああって思いますけど、ゴールはここっていうね、ゴールはここなんですよ、ここあのどっか遠くに青い鳥はここにいるとか、全部のね お話がそうだけどなんですよね。なんか なのでなんかやっぱり東洋のあの表現の方がなんかあの時空がないっていうか、なんていうんですかね、あの解決みたいになんないでこう漂ったまま終わるみたいな、そういえば、あ、そうですね、あのそういえばシタールの話 してなかったけど、あのお話を結構いっぱい伺って、あのなるほどなと思って、その結局あのピアノと真逆にあるっていうのは分かってたけど、結局ピアノって西洋の楽器だから音階があってモードがあってコードがあってって言ってあの行くけれど、なんとシタールってワンコードだった。でしかもモードもワンモードだから、まあ例えば波長調しかないとかで、あのなんていうの、あのコードもいろんな、なんていう、いろいろな、トニックドミナントとかサブドミナントっていうのは、あのなんていうの、ジャズの言い方じゃないけど、なんかいろいろテンションとかいろんなコードとか、そういうんじゃなくってワンコードなんですよね。でだからつまり今ここになんていうのかな、その中で揺れてるだけなんだけっていうか、そこの中が、その代わり一音の中がグラデーションが無限にある。だってその自分であの弦楽器ってそうだけど音を作れるから、ピアノの場合は調律しちゃってあるから、こっちからねあの調律してもらったやつをもうドって言ったらドしかないんだけど、あのドにドの中に無限があるから、その中でこうやってるものだから、やっぱ他の楽器とやるっていうのはもう無理があるんだなっていうのはすごい、あのやれなくはない、やれなくはないし、あえてやるならっていう方法はいろいろ分かったんですけど、まあ、結局そのシタールをピアノの方に寄せることはもう不可だから、それ必要ないし、そんな必要だから、その世界観で邪魔にならないピアノの音をまあなんかっていうのってやる意味あるのかなみたいにちょっと思いましたけど、まあできなくはないけど、まあだからなんかどこにも行かないんだなっていう、その代わり永遠なんですよ。なんかやっぱりなんかインドっていうか、あのインド哲学がやっぱ全てに反映されるなみたいなことは思いましたけど、まあでもそういう話聞くとやっぱり影響は受けるというか、解決しなくていいんだなっていう、なんかあのとか、なるべくこう信仰をあの裏切っていくみたいな感じとか、まあね、上から下じゃなくて下から上とかね、なんかいろいろですけど、でもそういう
無理やり動かさない、あ、結構動いてましたけど、なんていうのかな、解決させようとしないとか、そういうのって、人のなんかこう、人のなんか揺れ動きとなんか、共鳴したりするかもしれないかもしれないとか思ったりしましたけど、そんな朝でしたね。なんかそうですね、なんかフランス映画とかでもがいいわけじゃないけど、リアリティという意味ではみたいな、もちろんいろんなアメリカの映画とかでもいっぱいあるけど、いっぱいありますけど、素晴らしいのはだけど、その短絡的なハリウッド映画みたいなので絶対なんかこうヒーローが勝つとかなんかなるじゃないですか、まあ簡単に言うと。だけど大体は何もなんか解決しないで、なんか絵みたいな、言葉がよく分かんないとちょっとあれ分かんなかった、あ終わっちゃったみたいなのがあるぐらい、なんかこう元に戻っちゃうっていうか、戻らないんですけど、また矛盾を抱えたままの日常に帰っていくっていうのが多いけど、何が変わるかっていうと、それでいいのだってなるっていう、そのそこを肯定して、まあ肯定しないかも、でも気持ち的には肯定してなくても受け入れて進んでいくっていう感じで、なんか結局まあだから何が言いたいのか分かんないんですけど、そんなに、まあゴールはここに、ここなんですよ。ゴールはここっていうのはどういうことかっていうと、いろんな考え、いろんな考え方があるけど、いろんな解釈があって、今私が思うのは、実力テストって感じかな。なんかまだダメだって、今の私はダメで、ダメなんですけど、でもじゃあいつかの未来の私はダメじゃなくなるって思ってて、であれとこれとこれを身につけて、でそのこれを勉強して、でこれをなんかやめてという、ある日大丈夫な私になって、その時やりますみたいな、それはなんかただの絵空ごとで、もうなんか実はなんか実力テストしかなくて、もう出たとこ勝負で、今持ってるものでやるしかないみたいなのだから、もう全部今でなんかやるしかないっていうのが、なんかゴールはここっていう、ちょっと違いますけど、違うかもしれないけど、今はそんな感じで、やっぱ全部実力テストだなって思っちゃえば、開き直れるっていう感じはありますよね。多分予定が、予定とかやることがいっぱいあるってなった時に、何がストレスっていうか、何がこうあれなのかっていうと、その時までに変えなきゃっていうことなのかなと思って、自分をその時までに変えなきゃと思ってるから、とかないものを身につけなきゃとか、だけどその時はその時の私がやると、その時の私がその時やりゃいいと、だから今の私は知ったことじゃないっていうか、今の私は今の私のやることをやる、今日のって言ったら切り離れるっていうか、てかそれ全部ここに来るっていうか、もう同じことですけど、なんかなるかなってちょっと今朝思ってましたね。今朝っていうか、なんとなくそれがなんか、まあそうするとやっぱり今ここに全力ってことにはなりますよね。そうするとなんかこれをこういうふうにコード進行を解決させなきゃっていうことじゃない、くな自然に解決していくから、強引にこっちで
なんか操作するっていうのがなくなるのかなとか、まあ、また思ったこと言ってただけですけど、そんな感じのね朝でございましたね。なのでまあ今日もね雨なので気をつけて、気をつけてっていうか、まあちょっといろんなね木々が潤ってますと思いますけど、そんな感じで終わりたいと思います。なのでそうですね、今朝ちょっと言ってたのはその結局まあ瞬間瞬間な、だからやっぱりその気が重くなるとか、なんかいろいろなんかこうぐちゃぐちゃだから思考ですよね全部。それって全部まあ幻想っていうか思ってるだけだから、やれることは結構反射的な感じ、反射的っていうか考えて、そうなんですよね、考えて損得感情してとか、でもなんかそこでロスとタイミングがずれちゃったり、そこで結構時間をロスするからなんか気を逃すっていうことが、やっぱり気を逃すっていうか、だからもしかしたら一番大事なのはジャストタイミングでポン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 ってやっていくっていうことなのかもしれない。で振り返るとそんな気がしますね。なんかなのでなんか狙ったりしてるとやっぱずれるから、そこら辺ですね。なんかちょっととっても微妙だけど、そうすると多分リズムって本当に重要で、人の命も全部リズムじゃないですか、回転っていうか。でそれでピョンピョンピョンっていくと、なんていうのかな、危うい飛び石とかもリズムでピョン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 っていけば、そんなにそこが強固じゃなくても、それから私が完璧じゃなくても沈まないで次に行けるけど、大丈夫かな大丈夫かなとか言ってこう何回も確かめたり、でそこでなんか足がすくんで止まってたりするとズブズブっていくっていう感覚って結構あって、だから大丈夫じゃない私のままリズムに乗って行ってしまうっていうのも ありっていうか、そんな感じできたなっていう感じもありますけど、そんな感じのことを思いました。今朝はでは終わりたいと思います。なんかちょっと毎朝よくわかりませんが、今日は、日にちも言わなかった9月8日金曜日ですね、ということで、素敵な一日でありますように。弥生さんいつもコメントありがとうございます。では、終わりたいと思います。また明日の朝に、ありがとうございました。失礼します。 Thank you.